こんにちは安藤ひかです今日はですね、もう喋りたいことを喋りまくっていきたいと思いますね。あのー、まあ、こうやって今、YouTube でね、こうやって配信させていただいて、あのー、まあ、ブル、ね、アメーバのブログの方も、あのー、ね、ずっとやらせていただいてるんですけども、あのー、まあね、あのー、まあ、あのー、自分のね、あのー、ね、 あの発信したことが役に立ってればね、とってもいいんですけども、でもね、あのー、まあ、あのー、こういったね、形でやらせていただいてるんですけどね、あのー、まあちょっとね、今の私の状況を見ると、ちょっとどうなのか分かんないんですよね。うん。まあ、YouTube もね、頑張って3年続け,続けてね、来たんですけども、あのー、ちょっとね、私の、まあ、ね、一心上の都合っていうかね、 もしかしたらできなくなっちゃう可能性がね、ちょっと出てきますので、うん。ちょっと最後ね、あの、まちょっと昔のね、あの、過去に撮った動画とかってちょっとアップする前にですね、まあ、YouTube 続くことをね、続けていけることを願ってますけどもね、でもまああの、できればね、私がやったことは残したいので、あのー、そう、あのー、もしかしたらね、こうやってこうな何も言わずね、止まってしまうことっていうのは、今後ね、どっか止まってしまうってことはあるかもしれないので、 そう。あのあ、あの、なので、あの、今日はね、ちょっと、あの、ね、あの、喋りたいことをね、喋っていきたいと思います。ねで。今日はね、お茶ではないです。お水です。いっぱい喋るんでね、いっぱい水、お水ついてきました。うん。あの、あもうね、いっぱい喋ります、今日はねえ。今日はですね、言葉について、 お,えー、お話をしたいいと思いますで私はね世界各国語の,あの歌をね歌うことをあの目指して勉強してきましたけどもねあのー、まああのー、ねあのー、いつかですねあのー、皆さんとねあのー、直接ねあのー、お会いできることをねあのー、祈ってますけどねただまあ今こうやって、ね、YouTube のあのー おかげでですね、グーグルさんのおかげでですね、こうやってね、あのー、皆さんと、あのー、まあ、動画を通してですけどね、こうやって、あのーコミ、コミュニケーションをね、取ることができてえ、とっても嬉しく思ってます。ただね、あのー、まあ、ちょっとね、あのー、今こういう状況なのでね、ちょっと私、私自身の方がね、あのー、まあ、もしね、あのー、本当であればね、ちょくちょくお会いしてね、私の生のね、歌を聴いてほしいとかってことがあるんですけども、さて、今日は言葉のことについて話していきます。はい。 ね。ちょっとね、昔ディクション、昔っていうか3年前ディクション動画とかってちょうどやったと思うんですけども。ね。あのまあ、そのね、総まとめだと思ってくださいね。はい、まずこれですね。はい、ドイツ語。男性系第一角の ER は曖昧化しないってことですね。えー、まあ、これはですね。まあ、これもまた後で説明しますけども。これは、あの、まあ、 あの、伝統的なドイツ語の発音ではないですよね。うん。これは現代のドイツ語の、そのとても、あの、高貴なね、ドイツ語の発音なんですけども、まあ、ドイツ語の扱い方ってことなんですけども、<laughs> まあ、定冠詞がね、一番わかりやすいですよね。あの、まあ、まあ、主に名詞なんですけども、そう、あの、男性系の大、ね、あの、まあ今ね、こういう社会になってね、あの、なんか、 ね、男だけを立てるのはどうなんだってね、そういうふうにあの言われるような社会になっちゃいましたけどね、ただこれには理由があってですね、そう、あの、そこのね、ドイツ語の場合はですね、男性系の第一角の、これね、あの、まあ、昔はね、まあ、定冠詞の場合は、デルって発音してました、デルってね、発音してましたけども、今はね、あの、 ね、口語で,ではですね、あの、であ、ね、発音記号で言うと、まあ、こういう発音記号になるんですけど、ね、デアってね、発音しますけども、あの、この男性系の第一角の時には、出るって巻くんですよね。で、これって、まあ、教科書に載ってないですし、あの、まあ、 あとでせまあ、日本人にとってそれってどういう、日本に、日本語の感覚としてそれってどういうものなのかって後で説明しますけども、まあ、このドイツ語っていうのは非常に高貴なドイツ語なんですよね。うん。すごく高貴なドイツ語の扱い方で、で、これね、あの、やってみた方はわかると思うんですけどね。まあ、まあ、私、あの、ドイツ語も歌うんで、まあ、歌のチャンネルなんでね、ドイツイートとかって歌われる方いると思うんですけども、全部の単語を辞書を引かないとこれできないんですよね。うん。 そう。男性一角、男性系の一角が来ることってあんまないんですよね。そうなんですよね。これね。だから、あの、ちょこんとしたところにね、これが男性一角があるんですよね。つまり、そのちょこんとしたその、ちょっとのためだと思うかもしれないですけども、これね、あの、まあ、まあ、まあ、歌を歌う方だったらね、 テキ,テキストがあると思うんですけども、全部の単語辞書を引かないとこれできないんですよね。うん。まあ、イタリア語でもそうですよねあ。もうこれも後で説明しますけども、アペルタ・キューザっていうのがありますけども、これもね、まあ、できるようになっちゃえばね、感覚でね、ある程度分かるようになるってことはあるんですけども、基本的にまあ、これは単語は全部辞書を引かないとできないんですよね、これね。うん。っていうのがあって、まあ、それがちょうどね、この、このね、男性系の 一角の ER を巻くっていうことなんですね,ね。昔はまあ、こっちだったんですね。まあ、それも後で説明しますけども。ね。まあ、こういうのがありますよね。うん、どドイツ語の最も高貴なあの発音の、発音っていうかまあははは、発音でね、まあ、こういうことをね、やってますけど、まあ、最も高貴なドイツ語の話し方っていうね、ことですよね。うん、ちょっと日常会話ではなかなかここまでは、 まあ、あとで日本語で、に日本語に置き換えるとどういうことかってことをちょっと説明しますけれども。うん、まあ、普通の一般人はこういうことはネイティブでもできないですね。うん、我々日本人もやってないですね。<laughs> まあまあまあ、そういうことですよね、うん。で、次、ドイツ式ウムラウト。まあ、ウムラウトっていうのがね、ドイツ語ではやっぱりこう特徴的な、あのー、文字、音ですけれども。 えー、昔はですねあのー、スイス式の、あのー、ウムダウトの発音っていうのがまあ大体ね、まあ、私は音楽大学出身なので音楽大学でねドイツ語を歌うためにそのドイツ語を習ったのでそこではまあスイス式でね習ったんですけどもあのー、まあドイツ王権って言ってもねドイツオーストリアスイスってねあのドイツ語を話,す話,あの話される国っていくつかあるんですけどもそのねスイス式って 昔な昔っていうかまあ、私が習った頃は、まあまあ、混ざってたかな。そう、主にスイス式でね、習いました。スイスの,あの発音の仕方ですね。で、あのー、で最近ここ2010年過ぎてから、日本でね、も,あのものすごくこう、権威なあ先生で、まあ私の大学にもね、あの、私の、大学っていうかまあ母校ですよね。もう卒業したんで私の、私の母校にも、あの、いらしていただいたんですけどね。あの、 そうあのー、今先生習やってたのかなちょっとわかんないですかねもうそのド,イドイツ語と英語の,その、あのー、最も権威のある人なんですけども日本ではねその人がまあドイツ式の、ね、ウムラートの発音っていうのをその指導して、まあ、2010年以降はドイツ式の、ね、私が2010年に入ったんで私の時にはまだ混ざってたんですけども今,今の日本であのー まあ少なくてもオペラの現場でね、まあ、その外国語学部とかね外国語大学とかそ,そっちの事情はちょっとわからないですけども今の日本で歌われているドイツ語のウムラウトっていうのは半分以上がねドイツ式のね、あのー、ウムラウトの発音に変わりましたでこれねあのちょっと説明したいと思いますねああ水一杯じゃ足りないかもしれないですねこんな喋ったらねそう あのね、まずですね、まあ、ドイツっていうのは1990年にドイツ、あの、ドイツ語文法改正っていうのがありまして、あの、文字の表記とかね、そういう文法の細かい事項っていうのが、あの、変わったんですよね。それで、あの、じゃあ、だってまあ、これはイギリスの方なんですけども、まあ、大変有名な作曲家ね、ヘンデルってね、作曲家いますけど、まあ、ドイツだとこうやって表記、ドイツ語では普通こうやってね、表記されますよね。ヘンデル。ね なんですけども、まあ、スイスではですね、この点々つけないんですよね。ウムラウトって本当は E を足すってことなんですね。まあ、ドイツ語だとた E ですね。E なんですけども、この E を、まあ、アウムラウトだったら、アープラス E なんですね。A プラス E なんですよね。これがドイツ語の、まあ、元々のウムラウトの意味なんですよね。ただまあ、ドイツでは、まあ、もう、 こ、こ、こちらの表記の仕方に統一されたんですけども、スイスではね、こっちで書いてます。で、これでね、発音が違うんですよね。あの、はい。で、まあ、ヘンデルの場合だった、まあ、まあ、これはあの、ドイツ式、ドイツ式はそのままですね。あの、ヘンデル。ヘンデル。この,このままですね。で、えー、スイス式は、えー、あに E を足すので、ヘンデル。あの、少し開け気味。 ちょっとオーバーアクションで開ける感じですね。h a n d e こういうね、発音ですね。あ,あの、発音なんですよね。で、あとは、顕著なのがこれですよね。あのー、オーマウト。オムマウト。まあ、その、その、あの、と、とってもドイツ語と英語にね、あの、の経緯の先生も、もうこれ一番難しいとおっしゃってますけど、まあ、 そ,そうなんですね。その日本人にとって、やっぱりドイツ式のウーメダルとってね、発音しにくいんですよね。うん、難しい。分かんないんですよね。うん、音がね、うん。っていうのがあって、水ス水イスイ式の方が発音しやすいので、まあ、あの昔はね、それでしやってたってことなんですけども。じゃこれですね、まあ、ドイツ語でありがとうってことですね。じゃ,ド,じゃドイツ語のドドイツ式、ドイツ式で発音してみますね。ダンケシューン。ダンケシューン。ね こういうことですよね。で、スイス式。スイス式は O プラス A なんですね。まあいい、e、ですね。O プラス E なんですよね。A プラス E なんですよ。あの、っていう概念で、だから、O、O プラス A、うー、うこういう感じですね。だから、Dankeschön、d a n k e s c n ね。こっちだと Dankeschön、d a n k e s c n ね。ちょっと違うでしょ。まあ。 こ,れこれが、ね、まあ歌になってくるとね音を伸ばしたりするので結構、あのー、音が違ったりとかってことがあるんですけどもそうあのドイツ式はダンケシュンこっちは水々スイスイ式はダンケシュエンこういうふうに、あのー、ちょっと違うんですよね、うん、であとちょっとここには書かなかったんですけども書いたかなうんまあまああ後で書いてあるかな うん。で、じゃあ、これは、まあ、日本語にすると、まあ、さっきちょっと、話題は、ちょっと、話題がちょっと飛んじゃうんですけども、さっきのこのド、ドイツ語の最も高貴なは、あの、話し方ってね、ありましたけども、日本語に、に日本人にね、説明すると、これってどういうことなのかってね、ことですね。これですね、日本語。これね、何て言いますかね、時間ですよね。あの、時間、これ何て言いますかね、もう書いてあるんで、答えわかると思うんですけど、 10分って発音が正しいんですねこれね、うん、そうこれはね10分って言っちゃいけないんですよね10分が正しいんですね、うん、これねあの,あの辞書にも多分そう書いてあると思いますし国語,国語ですねまあに日本の国の言葉なんで日本語先生ってことですね国語なんですけどもこれは10分なんですね本当はねだけど 10分って発音している先生は、先生じゃない人は、10分って発音している人はですね、国語の先生以外に私、私会ったことないんですよ。わかりますこの,この、この、この、日本語で例えるとさっきのこのドイツ語がどういうことかってことですよね。うん、別に、10分って言って、何にも意思疎通に困らない。それ辞書には10分って書いてありますよ。でも、10分って発音して、 通じないことって、まずないですよね。10分か、10分休憩か、じゃあちょっと休憩、10分休憩ね。わかんなくないですよね。でも、正しい発音は10分なんですよ。これね、日本語で、まあ、まあ、ま、本当はね、もっとね、あの、あの、え、も、ま、う私なんかこんなね、あの、今病気で家にいる人間ですからね、あの、もっとすごいなんかこう、高い役職の人とお話しすると、もしかしたら10分ってね、発音する方も、 あの、会うことあるかもわかんないですけどね。基本的にこうやって普通に私暮らしててもう私こんなんですから、普通に学校通って、まあ、仕事して、そのまま病気で倒れちゃったんですけども。うん。だこれはだから、ね、10分で意思疎通に関しては、何にも問題ないです。わざわざ10分っていう人の方が、 だからこの先ほど言ったこのドイツ語のこの男,男性ですね男性一角これを全部巻き舌で発音するこれだけを巻き舌で発音するんですね。これはすごく高貴なドイツ語の話し方なんですけども実際に日本,日本で例えるとどういうことかっていうと国語の先生以外は。 そういう話し方する人は会ったことないってことですね。わざわざすごい高いなんかもう偉い役職の人とかだったら、そういう話し方されるかもわかんないですけどね。私みたいでこんな病気で寝てる人間はね、もう私5年も寝てるんですよね。う,ん,うん。そうなんですよ。そう、26で病気になって今31ですから、うん。そうなんですよね。本当はね、仕事バリバリやってたかったんですけどね、病気になっちゃってね。いや20代で病気って辛いですよね。 なんかあの生活習慣病かなんかでね、あのなんか60ぐらいになって、病気ですねって言われたらね、なんか、あ自分が悪いなと思いますけどね、<laughs> いや、ちょっと20代で、あ本当はね、仕事したいとか、恋愛したいとかしたかったんですけどね、まあ、こうやって YouTube やらせてもらえるってことは、本当に幸せですねあの、まあが、画面越しですけど、皆さんとこうやってねあの、コミュニケーションを取れるってことはですね、とてもうれしいことですね。 じゃあさて次行きましょう。えーっと。じゃあ日本語の、これね、これはだからまあ、ちょっと別の話題になっちゃうかもわかんないですけども、日本語のね、あの、微濁音ってね、ちょっとこれ漢字書き間違えて、あの、なんかこんな汚くなっちゃったんですけど、微濁音ってね、言うんですね、いうのがあって、 これはですねあと30年で消滅って言われてますねあの日本語から消えてしまうということですよねうんビラクモンっていうのはまあ発音記号で書くとこういうことですねあまあちょっと微妙に違うんですけどね微妙に違うんですけどまあ、うん、こういうことですよねうん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 んう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 んんうんんんん そのあの、家業の落音の時にその美落音っていうのはね、つくんですけども、全部ではないんですけどね。あの、ただまあそうです、ね、まあこれはだから、日本語のその文豪体ですよね。うにに日本語でに、日本人って、まあ一応文豪体って、まあまあ、まあ我々ね、古文とかって言い方するんですけども、 日本人は古文っていう言い方で習うんですけどもまあ文語体っていうのはまあそれなんですよね。うん、日本人だけど、文語体で文章を書く人って。まあ一般人でいないですよね。うん、読むのも大変なぐらいですよね。うん。まあそんな感じですよね。だけども、まあその伝統的な名残というのが、今の日本語にもこうやって残っていて。 まあまあ我々ねオペラ歌手なんで日本語作品も歌えますのでやっぱりこういうところっていうのはあと30年で消滅しないようにねこういう日本語の美しいあのー、発音というのは残したいねあのー、っていうのがやっぱり私の、ね、使命だと思ってますしあのー、ね別にこ,こんなことやんなくたって通じるんですよねうんまあ美楽ンはでもそれでもまあテレビとか 放送を見てるとね、あのー、結構聞く機会はあると思うんですけど、それでもね、やっぱりこう、テレビ局、まあまあ、我々が普段、まあ、ラジオ局っていうのはね、昔ですけども、まあ、今だとテレビ局だと、のアナウンサーでも、うん、テレビ局によっては、この美蛇もね、もうや,あのやりませんよってね、言ってるテレビ局もあるのね。 あのあのそ,そういうところもあ,あ,のあ,あるぐらいでまあ、必要性があるかいっったらはっきりしてないです、ねうん、<laughs> まあ <laughs> そうなんですよだけどもやっぱりその伝統的な日本語の美しい響きまあ,あの文語体でしゃべる文語体ってのはのは平安時代の言葉ですけども、まあ、そっかその名残でこうなってるんですけどもでもせっかくねこういう美しい、ね、日本語のねあのあの発音っていうのがあるのでこれはねやっぱり我々がね 残していきたいなってね、思うんですよね。それは、まあ、あの、後でまたね、下にありますけども、あの、イタリアのフィエンツェですよね。フィエンツェね、イタリア語もたくさん消滅しそうな、あの、音っていうのがあるんですけど発音とかね、あの、そういう言葉っていうのがあるんですけどフィエンツェの人がすごい頑張ってるんですよね。うん。で、これは、あの、私がイタリア語の先生に、 その、そのイタリア語の先生がね、あの、フィレンツェで、あの、勉強したらしいんですけどね、うん、ものすごくこう、厳しく、あの、イタリア語の発音。イタリア語の発音っていうと、ローマ字だから、大して難しくないだろうと思うんですけども、そういう伝統的なね、あの、きちんとした、その、発音っていうのは結構難しいっていうことですね。あの、うん。で、ドイツ語の、まあ、これ、これがね、まあ、今話した話に繋がるんですけど、先にドイツ語のね、話をちょっとしたいと思います。これはね、割と、 最近の話、2010年過ぎてから、2010年過ぎてからの多分話だと思いますので、ちょっとこれ話しておきたいなと思うんですけども、ドイツ語というのは、音、絵ですね。音、絵に、開口母音、平口母音っていうのがあるんですよね。っていうのが、あの、あるんです。で、わ私も、まあ、外国語大学とかだったら、も、も、もしかしたらもっと先進んでいてね。あの、それ、それはね、外,外国語が専門なんですからね、あの、 外国語学部のドイツ語学科とかだったらね、多分もうこういう話っていうのはごく当たり前だと思うんですけども、なっているかもしれない。私は自情は知りませんけどね。だけど、この、私が音楽大学でドイツ語を歌うためにドイツ語を教えてもらった時には、その、音への、その、開口母音、平口母音っていうのを区別しなさいって教わったんですね。っていうのが私たちの時だったんですね。 ちょうど私が2010年だったんですけども、ただこれを過ぎてからですね、まあそうですね、じゃあこれ発音してみましょうかね。えー、まあこれはあ、あの、ギブですね。英語でギブ、与えるって単語なんです。言葉のドイツ語バージョンなんですけども、えー、それのその過去分子形ですね。ギーベンって単語なんですけども、これの過去分子形で、これあの伝統的な発音、我々が教わった発音だとこうやって発音します。ゲギーベン。ゲギーベンね。 同じ絵なんだけども広い絵と狭い絵っていうのをその全部こう,こう分けて発音するこの「ゲ」っていうのは基本的には、まあ、発音記号で表記するとちょっとややこしいですけどもちょっと私が間違ったかもしれないですねで,で,でまあ,あのこれ、まあ、簡単に言えばこの最初の絵と最後の絵っていうのは開いた絵なんですねあの短くて開いた絵でこの「 長い長母音のこの真ん中の絵だけは、長母音は狭くするっていうのがあるんですね。うん。だ,だから、ゲギーベン。ゲギーベンってね、あの、一応伝統的な発音ではこうやって発音するんですよ。するっていうか、あの、あの、うん。我々はそうやって教わったんですね。あの、ドイツ語があった時ですね。で、だけども、ベルリンでしたっけもうだからもうこれ、これはもう、あの、もう、もう、もう ドイツの人がそうだって言ってるんだからもう,そう,そ,うそうでしょうねネイティブの人がそうだっていうのはそうなんですけどもこのね区別をしないで発音するっていうのがもうそういう講演をね、まあ、録音ですけどもあの聞きましてあの拝聴しまして別にだから悪いとかってことじゃないんですけどやっぱりねあの言葉って変化するのでねあのやっぱり、まあ、日本人がほら文、ね、語体口語体ってあるけども文語体がほとんどの人が。 書くことができないっていうのが、ね、現実なんですよね。まあ、読む、よ、よ、まあ、頑張って読むは難しいけど、読むことできるかもしれないですけどね。自分で書くとなったら、まず書けないっていうの、一般人はね。っていうのが、まあ、現実なわけですね。だから、もしかしたら、どいつも同じ、同じことが起きてるのかもわかんないですよね。うん、やっぱり、まあ、わかんなくはないけど、ちょっと聞き取りにくいっていうかね。うん、言ってることはわかんなくないけど、ちょっとなんか、古臭い言葉でなんか聞き、 辛らいな、みたいな。だ日本人もやっぱりそうですからね。我、う、々、ん、も文語体なんて、ままあ、私はね、ちょっと頑張って文語体も勉強してね、あの、そういうあの文章もね、書けるようにしたいと思,おお思ってますけどね。だけど、うん、まあ、うん、でも、ね、一般の人が文語体って学校でも習いませんよね。そんなのね。<laughs> ま,あ一まあ一応ね、古文ってね、いう形で、 読み方は習うんですけども、それで書く時なんてね、まずないんですよね。うん、つまり、日本人は普通に生活してて文語体は誰も書けないっていうのはね、まあそれは専門家はできますよ。専門家の方はできますけど、うん、っていうのがまあ現実なわけですよね。だからドイツもだから同じことがね、ここに来て起きてるんじゃないかなってね、思いますよね。うん、やっぱり、ね、あの、伝統も大事だけど、やっぱり、 オペラがわかんなくなっちゃうってね。昔の発音のままだとね。なので、なのでこれはゲゲーベンってね。うん、もうこれあの、ドイツ、ドイツのねあの、あの、首都のね、ベルリンでこうやって歌われてましたね。なのでまあそうなんでしょう。もう、もう、もうそうなんでしょうね。うん、ゲゲーベンね。これで十分通じるってことですね。まあ普段の会話ではもうそうですよね。うんうん だ例えばそうですね、私、マテキやりましたけど、まあ、まあ、まあ、マテキーやんなくたってこの、このこと、このこののこ言葉はもう、しょっちゅう使うことばですけども、アフィーダーゼンってね、さよならってことば、See y o ってことですよね、アフィーダーゼン、これもだから、オペラ歌うときには、あのスペードを全部発音するんで、アフフィーダーゼンってなりますよね。でも、そこまで発音する人いないじゃないですか、ねアフィーダーゼンってつつ通じますんねアフィーダーゼンって言えば、じゃあねってわかりますよね。うん そう。だからそういうのですよね。うん。ただまあ歌うときにはね、一応ね、スペル通りきちんと発音するんで、まあまあ、一応クラシック音楽になのでね。アオフィダゼンってね。でも、まあそうですね。今このゼームやんないですよね。アオフィダゼン。多分多分ぶん今こっち、歌もこっちですよね。アオフィダゼン。ねアオフィダゼン。やんない、やんないかもしれないですね。今ね。そうこれをやんないってことですね。うん。そう。で、イタリア語でで、最後ね。 あのまあ、このページの最後なんですけど、イタリア語の音へ。もうこれはもう、イタリア人のフィレンツの人は頑張ってますよねそう。私のイタリア語の先生がね、フィレンツで勉強されたってことなんですけども、ね、勉強して日本に帰ってきて教えてるってね、まあまあ、もう,もう昔のことですけどね、だったんですけども、うん、例えばそうですね、イタリア語にもそのね、 開口ボイン、平行ボインのもね、ま、え等のドイツ語と同じようにあるんですけども。ただまあちょっとドイツ語とはね、ちょっと違うんですけどね。ラテン系の言葉なので。だからもしかすると、ドイツ語もちょっとラテン系によってんのかもしれないですね。これもちょっと話したいと思うんですけども。あの、だから、その、イタリア語を話してて、無意識にアペルタキューザっていうのはなんとなくなる人っていうのは、ね、それね、わかるんですよね。うん。だから、でも、 完璧に区別するっていうのはやっぱり結構難しいことで、うん。例えば、愛する。まあ、まあ、イタリアらしい言葉ですね。あの、愛する。ね。アモールって発音したら、これ、ブブですからね。あの、うん。アモール。ね。で、なんか、似たような言葉で死ぬって言葉ありますけど、ね。こっちは、あの、開口なんですね。マールって。マルって。ね。うん。で、これはだから、あの、 フィレンツでね、あの、アマールって言うと、あの、バシーンってね、やられるらしいですけどね。あの、直しなさいってね。あの、そう、フィレンツの人はもう、ね、そう、イタリア語の、まあ、日本語のね、標準語っていうと東京、東京方言っていうのが、まあ、日本語の標準語とされてますけども、イタリアではフィレンツがね、フィレンツ、まあ、首都ではないんですけどね、首都はどうもですかね、首都ではないんですけど、そのフィレンツの、 フィレンツが基準なんですね。だから、あの、皆さん、あの、まあ、イタリア語を勉強している方が、あの、持っている辞書っていうのは全部フィレンツェの,あの方言です。ね。だから、それ以外にもいろいろ喋り方っていうのはあるんです。話し方っていうのはあるんですけども、あの、そう、フィレンツェ、フィレンツェの方言っていうのが、まあ、辞書に載ったものですよね。うん。だから、まあ、我々やっぱり、あの、うん、まあ、オペラ歌ってると、 北イタリアの発音にやっぱりどうしてもなまっちゃいますよね。これやっぱりだから、あのー、だから、北イタリアって言うとやっぱり、そうですね。まあ、エッセイ。エスですよね。英語で,英語で言うとエスですね。エッセイの発音が全部濁るとかね。南の人は結構嫌がりますけどね、これね。あのー、だから正しい発音が、例えば、あお家ですね。お家だとしたら、カーサなんですけども、うん、あのー、 オペラの場合は北イタリアの方の名前に習うので、カーザってね。うん。だから、これはだからどこまでこだわるかっていうのはありますよね。うん。カーザって発音したって、まあ、辞書の発音とは違いますけども、まあ、全然通じますし。で、北のね、ミラノとか、その向こうの方は、あの、それ全然通じますね。ただ、南、南の人はちょっと嫌がるかなっていうのはね、ちょっと最近の事情はわかんないですけどね。そんな話はね、聞いたことあるんですよね。うん。そう、だから、フィレンツの人がね、頑張ってるんでね。 あのまあ日本人は誰が頑張るか分かんないですけどまあこの日本語のね美蛇君ですねこれ頑張って、まあ、僕もこれむ難しくて発音できないですよね僕もね美蛇君ね美蛇君歌うの難しいです難しい難しいただこうやってうんってやるだけなんですけどねなかなかねこう綺麗に発音できないこれも、うん、でもやっぱりこうやってねあのまあお音楽の専門家としてこれ残したいなって、ね 思うんで、ちょっと、そや、ちょっと頑張っていきたいなと思うんですけどね。ちょっと、フィレンツの人に見習って、あの、僕も頑張って、頑張ってなと思うんですけどね。で、まあ、フランス語ですよね。うん、まあ、これはちょっと、まあ、でも、でまあ、見たことないですよね。こういう発音する人はね。うん。全部やる人っていうのはね。まあ、一応今、私の研究の段階ですけども、 ええと、その、まあ、これもだから辞書に載ってる発音とは違うんですよね。辞書に載ってる発音器具、発音記号としては同じなんですよね。でも、音が違うという、ね。まあ、フランス語らしいってもそうなんですけどね。うんで、まあ、フランス語の場合は、その、うですね。まあ、英語で言うと E の発音なんですけど、E の発音を、E の文字を、開口母音と平口母音は区別するっていうのは割と、 普通です。あの、イタリア語はね、なかなかね、あのそこまで、なかなかでき、さっき、先ほどの理由で、なかなかそこまでできないんですけども、ま,ま,ま,ま私もね、頑張りたいと思うんですけどね。あのーうん、まあ、ね、まあ、私もね、全部アペルタ、キューと区別して歌ったことあるんですけどね、うん、難しいですよね。ただ歌うのでも大変なのに、あのー、そこまで発音し分けるっていうのはね、なかなかね、 うん、でもね、そっちの方がね、言葉が聞こえやすいんですね。まあ私ネイティブでもないくせにこんなこと言ってんのもおかしいですけどね。うん、大して喋れないのに、イタリア語喋れないのにこんなこと言うのもおかしいですけどね。アペルタキューザーはね、区別した方がね、聞き取りやすいですね。全然聞き取りやすいです。こういうの本当ですね、うん。だからやっぱりだからその、 高貴の、さっささ先ほどのね、まあ一番最初に言った、高貴なドイツ語の喋り方と全く一緒ですね、これね。うん。すごく高貴なイタリア語の話し方、アペルタクイーザね。なんとなくつく人はいるけども、でも歌になったらね、声出すこと一生懸命になって、ね、<laughs> あんま変わんないでしょいや、や、な、あの、そうそうそう,そうで。で、で、まあ、ちょっとまあ、話、戻っちゃいましたけど、そのフランス語っていうのは、まあい、やるかやんないかは個人の、あの、判断なんですけども、その、 えの母音に関しては、あの、え、えってこのね、開口母音、平行母音の区別をしますね。えー、言わないっていう人もいますね。これ、これ、私は一切言いませんっていう人もいますけども。そうですね。カルメンなんかすっげえ難しいですね。もう、あの、うん、あの、うんえ、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 どっちやんだ、どっちやんだってなっちゃいますからね。うん、これやるとね、うん。そうですね。例えば、じゃあ、カルメンの花の歌の、 えー、ドンホッセのアリアですね。あ、逆になっちゃった。ドンホスの、カルメンのドンホッセのアリアでね、イ、えーパンドーンっていうのはね、出てくるんですよね、えー。これね、発音がね、これ、これ、まあ、実際にや,やられた方はですね、有名な方だとイタリア人なんですけどね、ルチアンド・パポーティってね、いう歌手が、これ、あの、こうやって歌ったんですけども、まあ、いいっていうのはちょっとやりすぎですね。ドイツ語と違うんでね、あんまり、 ここまでしたばっかがないんですけども、この、まあ、あ英語で言うと、EN と AN っていうのは違うんですよね。うん。これ違うんですよね。うん。だから、あの、パボーチの CD 聞くと、なんか、学校で習ったのと、全然違うよってね、思うかもしれないですけど、だそれは正解ですよね。学校でそんなこと教えませんから。だ、だいたい辞書にもそんなこと書いてないですからね。うん。で、これはね、あの、え、パン、イーパンドーンなんですね。イーパンドーン。 ね、あ別にこんなことしなくたって通じますよね普通に「エーポンドン」えいぽいんどんでねあるいはこっちで発音する人もいますよね「エーパンダン」あんまりこの前ないかもしれないですけどね「エーパンダンエーポンドン」でもこれはだから明確に区別がある「エーパンドンエーパンドン」こういうのがあるってことですねだこ,れこれもだからフランス語の まあ、伝統的な発音ですよね。うん。で、あとはイタリア語ですね。イタリア語で、これはまあ、あの、うん、僕は学校でやりましたけどども、それでもね、うん、教科書には載ってないですけどね。イタリア語の一番、きあのき、権威のある文法紹介部載ってますけれども、えー、イタリア語ですね。一音節の単語の後の単語の、 単語のシーはしばしば二重進化するってことですね。ドッピオってことですね。うん。まあ、二重シーンのことをね、あの、イタリア語でドッピオって言いますけども、ね。オディオ、ね。神様、ああ、神様よってね。いうセリフですけども。別に必ずやらなくてもいいですし、文脈によってやらない方がいい場合もあるんですけども、 実際に発音するときにはね、これド、あの、ドッピョ二重シーンになるんですよね、うん。そういうことがしばしばあるってことですね。オディオまあ、それでもいいんですけど、お、ディオオ dio、ね。ね。これもだから、あの、文脈見ながら、あの、全部ね、センテンス見ながら、そこまでやると、まあ、非常に高貴なね、イタリア語になると。イタリア語の話し方になるってことですね。 じゃあ、英語はどうなんちょっと、ロシア語は私ね、基礎文法がまだね、終わってないんでね。ちょっと長引いちゃってますけどね、もう具合悪いんでね。あ頑張ってますけどね。ちょっとロシア語にか、ま,あ、まあロシア語もありますよね。あの、開口部閉口部にね。あのあ、あるみたいですね。あのー、音への、あっとのとおってのとえー、っとのといっての音ね。ただ、ちょっと、文化として、どこまで踏み込んでいいかっていうのがちょっとまだ、 まだ基礎文法が終わってなくて、ね、なかなかそういう文化の中にまだ生えてませんから、ロシア語がね。でもロシア語もね、あの、きっとそうなんでしょうね。うん、あの、伝統的な発音っていうとかなりやっぱりそういうところってある、うん。で、まあ、ちょっと今回はあれで、あの、あアメリカに行っちゃいますけど、アメリカ式英語ってことですね。まあ、ちょっと私がね、イギリス英語っていうのがね、あんまり発音できないんですよね。うん、日本では、まあ、 アメリカ英語っていうのが、あの、一応基準。うん、あの、アメリカ英語で習うんですよね、日本っていうのはね。うん、まあ、本場はね、あの、イギリスのね、オックスビッチ、ユナイテッドキングダムのね、オックスビッチなんでしょうけども、日本語で、日本ではアメリカ式で習います。だから、じ、じ、辞書ですね。まあ、あの、辞書なんか引くと、最初にアメリカ式の発音が書いてあって、その次にイギリス式のね、発音がね、 ああのの書書いてありますす辞書なんかですねあのー、ねだからそうですねあのアメリカだと、ねでまあ、ビタミンってねまあ体ねとっても大事な栄養素ですけどねバイタミンアメリカ式はバイタミン、ね、イギリス式だとイギリス式だとビタミンビタミンね違いますよねあとは休暇とかってね言うとあねいね お休みってことですね。お休み、長期休暇ってことだと、英語だと、ベイケーション、ね。英語じゃない、アメリカ、アメリカ式だと、ベイケーション。ね、えー、い、あの、オックスビッチだとオックスビッチかどうかわかんないけど、イギリス式だと、その、バケーション、まあバ。バケーションって日本人はね、カタカナで言うこと多いですけどね。あの、ベイケーション、バケーション、ね。違いますよね。うん。で、アメリカ、まあえ、え、英語はね、私はあまり、こう、あの、 あんまり歌ったことないんですけども、まあ私のとっても好きな歌はね、このビューティーフリードリーマーってね、歌があるんですけども、これ全部アメリカ英語で歌ったらどうなのかってことですね。だからさっきの、だからその、ね、ずっとさっきからやってる高貴なアメリカ英語ってことですよね。うん。これアメリカ人でもや、僕ね、これやったことあるんですよ。なんかね、まあ、あの、オペラの現場でね、私まだあの、アメリカの作品って扱ったことないので、 あのー、うん、あのー、ちょっとね、そ、その現場でやったらどうなのかってことはちょっとわからないんですけども、なんか友達とカラオケ行ったんですよね。で、全部アメリカ式で発音したらね、お前なんかその英語間違ってんじゃないのって言われちゃってね。だから、あのー、<laughs> 何もわかってなくてただうるる発音してるだけだわみたいなね。<laughs> そんなこと言われちゃったんですけど、でも、だから、なかなかアメリカ人でもここまでやるかっていうと、やらないかもわかんないですよね。うん Beautiful Dreamer. 普通に歌うと、そうですね。普通に歌うと、まあこれが一般的かなぐらいに歌うと。Beautiful Dreamer, Wake Up to Me.Still I'm Dude of Star Wedding for Thee. まあ、こういう感じでしょうね。だけど、まあ全部アメリカよく言う。 もう全部アメリカの、アメリカバージョンって歌うとな、なんかね、まあ、後でまたやりますけど、あの、まあ、ひ、ひ、き体みたいなね、うん。英語とか、そのヨーロッパの言葉はまだひきり体っていうのは残ってますけど、日本語ではもう消滅してますからね、うん。解消体って一応あるんですけどね、それはあの、芸術家のね、その書道の芸術家の方とか、そういう方はね、まだあるんですけど、あの、うん、日本語でもひきあの、 英語のようなね、引きたいいうのはねあ、あるんですけども、基本的には消滅してますね、これはね、もうね。普通の人が使うことまずないですね。うん、で、まあ、全部アメリカ英語でちょっと、ね、やってみる。アメリカ人でもこれで聞き取りにくいんじゃないかなと思うんですけどね。ここまでやるとね、できるかな。一回できるかどうかはね、ちょっと頑張ってみますね。Beautiful dreamer, w a k e n m もうちょっと、できたかななんかちょっと、あまり、あウェイ、ウェイティングって発音しちゃったね。ダメですね、これね、うん。ウェイディングですよね。これね。ちょっと、ちょっと自分で見なから、ちょっと、ちょっと、ちょっと、もう一回やってみるか。ちょっと悔しいな。ビューティフル、ビューティーだから、あじ自,自分が線引くの忘れたんだな、これ そうよ。これ、これも、あの t じゃなくて li ですよね。まあ t って発音が d になって、それが英語の ree になるってことですね。うん、まあ、アメリカ英語ではそういうことですね。beautiful dreamer, wake up me.star right under the star waiting for thee. ウェ,イウェイティングはやっぱりウェイティングって言っちゃいますね。難しいですね、これね。ウェーリングフォーゼー。ねここ。こういうことですね。うん。これアメリカ英語の発音ですね。Beautiful dreamer, wakel me.Star light and jeans of star, wearing for thee. あ、いない。<laughs> できないな。ちょっとね。まあだから。 ねイイ、イタリア語のアプルータキューザっていうのもね、これぐらい難しいです <laughs>。実際にやるとね、うん、あれどっちだっけって、ね、な,なっちゃうんですよね、これ、ね、で、まあね、英語では英、英語等ですね、ヨーロッパの言葉ではまだ聞きたいは残ってますけども、 まあね、これも英語とラテン系の言葉ではちょっとね、引きいが違ったり、形が違うんですけど、そう、日本語ではね、これ消滅してる。私もや,やってみたいんですけどね、それうう変なことやりたいんですよ、私ね。もう消滅してるから、うん、普通の生活で解消体を書って、まあ、書道家目指すんだったらね、それは、あの、できなきゃいけないですけど、別に普通に暮らしたら、まあ、使うかくんないですけど、やってみたいんですよね。うん、ずっとこうやって生きてきました、僕ね。うん、だから病気になってるのかもしれないですね。まあし で、まあ、最後にね、もうこれ全然違う話ですけども、うん、あのこ、こういうことですね。うん、まあちょっと汚い字で申し訳ないですけど、あの、鉛筆はとってもいい鉛筆ですよ。うん。あの、僕は言葉で表現することが苦手。これなんですよね。うん。もともとはそうなんですよね。うん。で、次行きますね。夢を叶えるには、 一番苦手なことを克服することが鍵である。これね、とっても大事なことなんですよね。うん。そうなんですよねだ。だから、あの、僕は、あの、もう物心をついた時から歌うのが好きだったんですね。とっても歌うのが好き。でも、英語が最も苦手だった。学校の成績で B だったら英語は。もう一番下。ね。 一番成績悪かった英語っていうのはね、ビリ、ビリケツ。ね、平均点の半分ぐらいしか取れない。ただまあ、あの、中学校だったんで、赤点はつかなかったんで、なんとか卒業できたと。ね、高校だったら、アウト。有年とうん、卒業できないってことですね。だから、中学校だったから、義務教育だったから、英語はなんとか中学まで、ね、英語ができなくても中学卒業できたけども、でも、自分が、オペラをやりたい、歌をやりたい、大好きな自分の歌をやりたいと思ったときに、 克服しなきゃいけないのが英語だったんですね。うん。だから神様だから、きっとそうやって、あのー、ね、あのー、人間にね、何かこう与えるんでしょうけども、まあ、まま、私の場合はね、一番苦手なのは英語だったんですけども、まあ、オペラ歌うってことは、日本語とは違うことは歌うってことですね。もちろん日本語の歌もありますし、最近ではそういうのっていうのが、どん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 こう出てきましたけども、うん。やっぱり、あのーあ、アルファベットが読めないとね、 あのオペラ歌えませんからねだから夢を叶えるためには神様っていうのは何を与えるか,そか夢じ自分が夢を叶えようと思った時に神様というのは何の試練を与えるのか答えは簡単なんですよ自分の一番苦手なことを克服できるかどうかこれが夢を自分の夢を叶えるためにとっても大事なことなんですね まあ私今病気になっちゃってねこんなもう仕事もしないですけどまだ私夢あるんですよねうんだからこの先もね夢を叶えてあの好きなことしたいなって、まあ、病気になっちゃったのにね病気でまあとりあえずまあ家にいてね仕事もしないですけどもそれでもね幸せになりたいって思ってるんですよ 大好きな歌がねで、音楽大学で勉強できたようにな、なぜそこまで自分がたどり着くことができたか。それは英語を頑張ったからなんです。うん、そこ、それなんですよね。で、何したか、はい。英単語帳を買って何冊もノートに書いて練習、ねあのー。英語なんてね、暗号にしか見えないんですよね。 あの、まあ、日本人だったら分かってくれる方いらっしゃるかと思うんですけどね。英語なんてね、暗号にしか、ただの記号にしか見えない。うん。だから難しいこと説明されたら分かんないんだって。もう先生も開けちゃってるんだから僕教えるのね。もう、もう当時そんな感じでしたよね。学校の先生も、まあ、塾も言ってましたけど、塾の先生も、もう安藤くんの英語諦めようって。安藤くんに教えても、何も分かってくれないって。その通りなんです。うん。じゃ何したかっていうと、あの、英単語をノートに書いて、 な何回も練習すするってことですねね英語ねあのたた単語がいっぱい載ってる本買ってそれをノートに何回も何回も練習してもうあの難しいこと言われても分かんないんでもうとにかく書いて日本語の意味とかね大役をこうやってあの英語書いてその次に日本語書いてってねそれあの何十回もやってそれでまああの大,大学ねなんとかあのい一応まあ最低限ねあの 最低限ですけどね。まあ、それその話も後にしたいと思いますけどね。最低限ですけども、まあ一応ね、アルファベット読めるようになって。え、英語もまあ、そうですね。友達が、ちょっとアメリカ行ったよ、なんてね、行って、お土産に買ってきてくれて、ね、あのー、ね、その、そのなんか説明書とかね、それぐらいはまあ読めるってことですね。そこまではなんとか、大学入るまでには行けた。まあ、じゃないとね、大学受かんないんで、あまあ、いうことですよね。そうで、 漢字が書けなくて仕事は不採用になったってことですね。これ、これ、これ、だからそれぐらいできないんですよ、僕ね。言葉ってことに関してね。うん。だから、あ、安藤さん、あれ、なんか、漢字いいじゃないみたいなね。まあ、まあ、仕事をね、あのー、探してて、あのー、面接行ったんですけどね。あのー、履歴書出して面接行ったんですけども、ああ、なかなか漢字いいじゃない。うん。採用で、採用でいいかもわかんないね、みたいな雰囲気だったんですね。 じゃあちょっと最後、安藤くこれやってくれないと言われて、漢字テストやったんですね。漢字書けなくて、不採用ってね。それぐらいできないんですよ。うん。だから、英語に限英語に限った話じゃなくて、日本語もできないんですよね、僕ね。本当はね。うん。それぐらいできないですね。で、あとはまあ、すね。じゃあ、苦手なことをね、まあ、 ここではね、ちょっとね、こういうちょっと、大好き、大嫌いってね、表現でちょっと、あのー、表現してますけれども、自分の苦手なことを克服するってことはどういうことなのかってことね。うん。僕は自分で経験してきたんで、どういうことかってことね。それ説明したいと思います。はい。歌うことが大好き。読書が大嫌い。僕、小学校の時一番嫌いなこと何でしたか読書です。ね。読書大嫌い。うん。だって、眠くなるだけだもん、んなもんね。うん。 ね。歌うことが大好き。読書が大っ嫌い。ね。いうことですね。で、歌い方の勉強のために、年月をかけ、10冊以上の発声本を突破して、データをすべてまとめて、練習して、綺麗な声で歌えるようになった。ね。僕も構いました。何年もかかったけど10、10冊ぐらい本読んで、あのー、ね。 できるようになりました。でまあ、今はね、それはもう何回も練習しているので、もう体の感覚に染みついてしまっているのでね。今はいいですけども、そう。もう何年もかけて、大学まあ4年間ぐらいあったんでね。4年間かけて、10冊ぐらい発生の方に読みました。はい。ね、僕の大嫌キなね、超苦手な読書です。ね。こんなに頑張りました。10冊頑張った。いやー、俺も頑張ったなぁ。ね。はい。 読書家。ね。読書家の人。まあ、読者が得、読、読者がね、得意な人ですよね。もともと得意な人ですよね。月に3冊読むことが理想、理想とされる。どういうことですかね。私、まあ、ここにね、答え書いてますけども、こういうことなんですね。私は4ヶ月で負ける。わかりますかねこの苦手なことに取り組むことってどういうことかって。こういうことなんですよ。惨めなんですよ。苦手なことをやるっていうのはね。 すっげえ惨めなの。苦手なことやるのっていうのは。うん。だってさ、俺、な、な、何年も頑張ってさ、10冊読んだのにさ、読者家の人はさ、たった、で、だって1ヶ月に3冊本を読むことが推奨されるっていうけど、4ヶ月で負け出せ。これなんですよ。自分の苦手なことに告、自分の苦手なことを克服するっていうのは、得意な奴なんかに絶対勝てないの。 ねえ俺本読むのもう惨めですよ。うん、スピードも遅いし。だけどそうやってたくさん本読んだから発声がわかるようになったし発生だけじゃないですよ。人生困った時に。ね。人生壁にぶち当たってああ困ったなと思った時に本を手に取ってどうやってやればいいのかなって調べたりとかね。うん、そういうことするんですよね。うん、だからでも だからなんとかなった、うん。僕は本一冊読むだけの力を苦手だった。もともとはできないけども、できないものだったけども、本、たった本一冊かもしれないけど、それを読めるだけ努力したから、僕は人生これだけ幸せなんですね。まあ幸せがどうかってこの画面見てもね、なかなかわかんないと思うんですけど、まあ僕の表情を見てね、あの、させてもらえると嬉しいんですけど、とっても幸せなんですね。僕は人生こんなに、こんな超幸せなね、 もう、あの、考えられないぐらい幸せな人生を送れてるっていうのは、たった一冊の本を読めるからなんですよね。人生困った時に、本を読んで、まあ、まあ、実際、実際困った時は二冊三冊読みますけども、一冊だけじゃないですけね。たった一冊本を読めるから、これでやり方が分かった。これで解決方法が分かったっていうから、僕はこんなに幸せに生きていくことができる。 だけど、読書家の人1ヶ月に3冊読んでください。これが理想的です。僕4ヶ月で負けですよ。僕はあんなに頑張って10冊読んだのに、うん。あんなに頑張って。もう,もう鬼のように頑張って10冊本読んだのに、読書家の人は僕のその頑張りを4ヶ月で。あの勝っちゃうってことですね。 うん、だから苦手なことにチャレンジするってことはこういうこと。まあまあもう、今こうやって言葉のことね。僕もこれだけ今、YouTube で上げてますけども。うん、だから今31歳だとすると、英語が B だったのが、そうですね。中学生なので12歳とか13歳とかですかね。うん、まあ、20年まではいかないですけど、ね。17、8年かかってんですよね。うん、でも、これ、ね。英語が得意な人ってどうですかうん なんか、勉強が得意な人ってやばいでしょ。なんか、教科書見ただけで全部覚えちゃって。なんか、あの、勉強、テスト勉強しなくてもなんか、授業を聞いていれば全部できちゃうとかね。うん。もうなんか、自分が頑張ってるのがなんか、惨めすぎちゃって。だけど、これ、これができるかどうかっていうのが、自分の夢が叶うかどうかなんですよね。得意な人なんかで叶わない。無理ですよ、そんなの。うん。ね。うん。でも、 例えば自分の大好きな歌とかね。これは負けないですよ。うん。ね。でも自分の苦手なことやってる時っていうのは、もう辛いの。惨めだから。うん。周りの人がさ、あいつ天才とかって言われてる。まあ、まあ、読書家だったらね、いろんな知識持ってますからね。お前天才だなとかって横で言ってるんですよ。自分が頑張って鬼のように一冊本読んでる中で。天才だよな、お前。三百冊も本読んでさだからそんなできんだよなって ずっと横で聞いてるんですよ、それ、うん。苦手なことにチャレンジする、克服するってことはそういうこと。うん、でも、これができないと自分の夢を叶えることができない。好きなことをすることができない。っていうのがあるんですね。うん、だから、まあ、どこまで好きなことを求めるかってことにもよりますけども、まあ、そうですね。まあ、自分が今現在こうやって生きてて。うん 一番好きなことがあったとしましょう。これだけは、これは本当に大好きで、これやりたい。その時に、神様が何を課題に出すかっていうと、一番自分が嫌いなことやれ。一番自分が苦手なことを克服しようって。それはもう、あの、得意な人には叶いようがないも。もう、もう得意な人は天才レベルですからね。そんな人には叶いようないですよ、うん。で、だけども、それが、夢を叶える方法であり、自分の好きなことをして、 生きていく方法なんでですこれ僕の経験ですからあの、まあ、他にもいろいろ夢を叶える方法はあるんでしょうけども、ねまあ、ちょっとね今日はね,、あのー、ねこんな感じでもう1時間ぐらいしゃべってますけども、あのーまあ、この辺でねあのお話を終わりたいと思いますでは今日はどうもありがとうございました。